また鹿児島市では往年の名選手によるサッカーの交流試合があり、年齢を感じさせないハッスルプレーが展開されました。1985年から続く県シルバーカップサッカー大会、今年は65歳から87歳までのおよそ110人がエントリーし、年齢別に3試合が行われました。メインマッチは75歳以上の選手による一戦です。かつてさまざまな大会で活躍してきた選手たち、キラリと輝くプレーが随所で披露されます。先制ゴールは赤のユニフォーム、元老ロイヤルレッド。スペースに走り込み、キーパーとの1対1を鮮やかに制しました。もう相手のいないところに走り込んでいって、ただも来たら繋いだりシュートしたり、そんな形じゃ元気のあるうちに前半だけでもちょっと上がったら運よく来て決められてたということ。ロイヤルレッドのゴールを守るのは今大会最高齢87歳の織田正明さん。判断よく飛び出して相手のゴールチャンスを潰します。やっぱり無の心といいますかね、自分である程度一方方向に決めて、そして逆にフェイントをしてそこへ行くと、もうそんな感じですね。相手チームの攻撃をパッと前に出て止めましたよね。はい、あの時ってどんな気持ちだったんですか。まあキーパーのあれですよね、喜びですよね。試合は20分ハーフですが、10分ごとに休憩が入り、水分補給をしながら試合が続きます。選手の孫たちの黄色い声援もハッスルプレーを後押しします。あ、頑張って。あ、待って、あれ赤だよね。もう本当に自慢のおじいちゃんで、ただただ全体的に可愛いというか、もう頑張ってるなみたいな。フィールドに立つ自分たちは選手、いいプレー、そして勝利を目指して駆け回る選手たち。試合は2対2の引き分けで、互いの健闘を称え合いました。練習の時はまた激しいです。試合の時はむしろ相手を気遣ってしてますね。試合はもう真剣に、で真剣にやったから後の楽しみがあるわけですよ。はい、勝ち負けはいいんです。はい、これからも楽しみを大事に、ね、やってほしいなと思います。はい。